2022年3月19日、大阪モーターサイクルショー。初日の朝一で会場に乗り込んだ我々カーロンチャンネルは、グッチが発表と同時に購入した、川崎忍者 H2SXSE や、世界初公開となったホンダのホークイレブン。そして気になったバイクの数々を、Twitter や YouTube でリアルタイムにアップしていったのですが、リツイートやいいねの数が伸びたプチバズりバイクが1台だけありました。それは、自衛隊、自衛隊きっとオフロードバイク好き、ミリタリー好き、武骨好き、そんな人たちに刺さる、まさに、かっけえバイク、だったからでしょう。自衛隊偵察用オートバイというものはこれまで、SL250S、XL250S、XL250R、XLR250R といった、ホンダ技研工業製バイクが採用されてきましたが、1999年より、川崎モータース製の KLX250 が導入されているそうです。車両の性能自体は、市販されている KLX250 と変わらないものの、迷彩色のオリーブドラグ塗装や、無線用ラックの追加など、様々なカスタムが施されています。自衛隊の皆さんは、このバイクに乗って様々な地形を走破する訓練だけでなく、立ち乗り射撃、オートバイを盾にする訓練も行うそうです。モーターサイクル紹介場では、秋之助がまたがらせてもらいましたので、その様子をご覧ください。またがらせてもらえるの？じゃあ、乗ってきねえよ。まあ、じゃ乗ってきねえよ。偵察用モーター。見ておいで。迷彩服着れるって。はい。はい。もう気持ちはそれ。はい。でらっしゃい。乗れんのお前。あ、え、あ、ある、ぶしゃす。うん。はい、大丈夫です。カーロンチャンネルは川崎好きのリターンライダーグッチとホンダ好きの初心者ライダー秋之助がお届けする元ブログです。これからも楽しくてちょっとためになる動画を発信していきますので、チャンネル登録・高評価お願いいたします。それでは次回のバイク動画でまたお会いしましょう。ご安全に。